Ciao, ma più... めっちゃ痛いはい、どうもピオキングです。皆さんお待たせしました。今日はですね、以前からおっしゃってた通りプレゼントの企画コーナーとなっております。ツイッターをね、見てる方とか僕の動画をね、見てる方とかだったらね、よく分かってると思うんですけれども、以前ね、配ったキーホルダーの再プレゼントになっております。で、先日ですね、キーホルダーが届きまして、まだ開けてないんですよね、その段ボールっていうのかな。今ここ僕手元にあるんですけどね、まあ、こういう風な段ボールに来て、まだねこれ開けてないんですよ僕。まあここら辺に僕のね、住所とかちょっと名前が載ってたんで、うん、それはちょっと剥がさせてもらいましたけど、まあ当然ね、まあ、今日の動画はですね、このプレゼントの開封動画と、まあ、応募方法のやり方になりますんで、プレゼントをですね、応募される方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速開けていきましょう。まあね、ぶっちゃけ、まあ、ぶっちゃけですよ、前回全く同じものをですね、皆さんにプレゼントさせていただいたんで、まあ、全く同じだと思うんですよね、どんなものかっていうのは、これはプレゼントになれますんで慎重に開けていきたいと思います。まあ傷つけちゃったらね、また新しいの買わなくちゃいけないんでね。よし、それじゃあ開けました。最初にまずこの、何これ、まあ鑑賞になるのかな、まあ、鑑賞用になるのかなこれ、うん、なんかね、なんか鑑賞にもならないような謎のペラッペラの紙が出てきましたけど、見てこれ、ペラッペラペラッペラの紙を外すと、次にこの鑑賞、また鑑賞のね、このペラペラのやつが出てきて、この子が本命です。これをゆっくり開けていきますか。いや、さっきも言った通りですね、もう前回ね買ったから分かるんですよ、どんなものか。いや久しぶりだな。じゃじゃん、こんな感じです。まあこんな感じなんですけど、一旦ねこの袋を開けていきますね、ちょっと見えやすいように。今回ね、あの11個頼んだんですよ。前回ね、意外にもあの応募してる方がね、うん、結構いてくださってて、自分のをですねもうプレゼントしちゃったんですよね。でこの11個の中の1個はちょっと自分用とさせてもらいます。で自分用なんでこれだけ開けていきますね。はい、開けました。こんな感じのね、アクリルキーホルダーになってます。まあ、前回とねもう同じような動画を撮ってるんですよ今日まあこうくるくる、まあ、くるくる回って、多分あのカバンとかにもね、あのつけやすいようになってるんですよ、あのくるくる回れるから。裏は無地、まあ、ちょっとね表面の顔が透けてるって感じかな。で表はもちろん顔っていう感じになりますね。そしてまあ、つなぐところ、まあ止めるとこっていうのかな、まあ、キーホルダーつけるところはこのナスカンね。大きさはね4センチぐらいかな、ちょうどねこの左右で4センチ4センチの円ぐらいと思うんですよね。まあ意外と僕の手のひら小さいんですけど、来たらあ大きいなって感じるサイズですねこれ。それじゃあね、このキーホルダーのプレゼント応募方法なんですけれども、ちょっとツイッター以外になかったんで、今回もツイッターの方限定とさせていただきます。そして僕がこの動画を出した瞬間に参加する方は、こちらのツイートをリツイートしてくださいっていうツイートをします。それをリツイートしてくれたら参加条件となります。ただ今回はですね、前回と違ってもしかしたらね多いかもしれないんですよ、参加してくれる方が。僕はですね、これをプレゼントするにあたって本当にね、あのリスナーさんの方とか、うん、僕のことをですね、あの好いてくれてる方にやっぱ配りたいと切実に思ってるんですよ。だから今回はですね、僕のツイッターをフォローしてる人限定にさせていただきます。前回はね、あの誰でもよかったんですよ、あのリツイートさえしてくれれば。でもね、今回はマジでリスナーさんだけに配りたいと思うんで、フォローしてくれてる方限定にさせていただきます。で結構ねある話なんですけど、ツイッターをできない皆様は本当に申し訳ないと思っております。ただいつかですね、またこういったプレゼント企画を開くと思うんでですね、その時携帯を持ってたり、ツイッターをですねできたりすれば、その時はねプレゼントの応募をぜひしていただくことを僕は待ってます。そしてあと一つめちゃくちゃ重要になります。このキーホルダーを送るにあたってですね、あの僕郵送で送るんで、住所が必ず必要になってきます、送り先っていうのが。でもね、前回のプレゼント企画で一つだけ学んだことがありまして、名前はですね匿名でも構わないです。ツイッターの名前でもいいんで、それだけで送ってくれっていう方はそうやっておっしゃってください。まあ本名をね僕に教えてもらっても構わないです。別に悪用とかはしたりしませんので、すぐねあの個人情報っていうのはこちらで削除させてもらいます。じゃあ今回のプレゼント企画の応募方法まとめます。
その1、僕のツイッターをですねフォローしている方限定です。その2、この動画をですね上げた瞬間に、まあ、プレゼント応募企画のツイートをしますんで、そちらのリツイートをお願いします。その3、住所を教えていただける方、名前は匿名でも構いません。以上になりますんでよろしくお願いします。先ほども言いました通り、今回の、キーホルダーの数は10個になります。それ以上になればルーレットアプリを使用して抽選となりますんで、そこのとこもご了承ください。でそのねルーレットアプリなんですけど、まあ、どんな感じかって言ったら、概要欄にですね前回の、 抽選形式を載せた動画を貼っておきますんで、そちらをご参考ください。で今回はもしかしたらねライブでするかもしれないんですよ、まあ、ライブとかの方がね盛り上がるとは思うんですよ。でもねやっぱ来れない方もいるからね、もしかしたら動画にするかもしれません。またなんか分かり次第ツイートするんで、そちらを見ていただけると助かります。そして最後に応募期間なんですけれども、応募期間は1週間にしたいと思います。ご参加される方はこの1週間の間にリツイートとフォローをよろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で、みんなの参加待ってます。ちょっとさ、まあ、ゆるーく話すんですけど、ほんのちょっとだけね、もうマジちょっとだけ、でもピオキング顔出ししようし、もう今回なんで顔出してないのって思った人いない？まあたまにはいいかなと思って。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。